キチャンネル。ちょ、金曜日です。総チェック。はい。ということでですね、もう8月の中盤に来ましてですね、まあどこのチームもね、100試合過ぎてきましたけども、もうそろそろちょっと情勢が決まりつつあるぞ、どうなるんや、ここで連勝連敗、大型連勝、大型連敗できるのかっていうね、ところでひょっとしたら A クラス、B クラス入れ替えがあるんちゃうかみたいなね、ところで金曜日ね、総チェック、全チームね、やっていきましょう。はい。さあ、ということでね、まずは、パリーグ、日本ハム対ロッテから、15日、6対5で、日本ハム、そして16日6対0で日本ハム、そして17日5対0で日本ハム、日本ハムの3連勝っていうね、まあここからもうね、前の動画どっかで見ましたけど、日本ハムも10連勝以上ドワーンってね、するとワンチャン3位も出てくるかっていうところでね、今5連勝中かね、非常にね、グッゲームいうね、ところで、15日ね、6対5で日本ハムというところで、もうミス合戦って言って、ね、言いたいことが山ほどあるっていうね、ところはありますけども、まずはね、ちょっと試合経過からね、振り返っていきましょう。細かいことは気にしないでね。若ちこ。はい。1回裏ね、ワンアウトから磯畑が出て、マルチネスがね、レフトへタイムリーツーベース。これで、ね、磯畑1塁からね、ナイスストーリー、グッストーリー。ね。で、1点先制するけども、ロッテはね、2回表に、田村のサードゴロ内野安打、共に清宮の悪送球。で、藤原のね、ワンアウトに3塁から内野が守備下がってるっていうところで内野ゴロ1点上げて逆転。いい形でね、逆転したけども、2回裏にね、加藤の、センターへのタイムリーヒットっていうところで同点に追いついて、このね、日本ハムはね、すぐ同点に追いつけたっていうところが良かったね。で、5回の表、ロッテはね、藤原の勝ち越しホームランで、3対2逆転するけども、ね、5回の裏、一気に日本ハムがね、2アウト1塁から、万波のタイムリー、そして2アウト満塁から、上川畑のタイムリーっていうところで、一気に3点を挙げて5対3。で、7回ね、ロッテも踏ん張ってきてね、ツーアウト一塁から中村がセンター前タイムリーヒットを打って、5対4と1点差になるけども、ね、7回裏に、万波のセンター前タイムリーで6対4。で、9回の表ね、角中がホームランを打って1点差まで追い詰めるけど、まあもう勝負ありっていうところで、まあ日本はね、この試合全、ね、相手が点取られた後すぐ取り返してるっていうところがね、この試合大きなね、分岐点、勝利に近づいたところかなと。で、ロッテはね、先発西野、5回92球、10安打4三振、2四球5失点と。で、日本ハムは加藤ね、5回3分の2、83球、6安打4三振、無四球3失点、加藤はね、フォアボール出さないね、クピチでしたけども、ね、こっからですよ、言いたいことが山ほどあるのはね、このミス合戦っていうところで、まずロッテからね、初回、中村ね、初回にね、ライト前ヒット、ワンアウトから打つんだけども、なぜ走ってない、バーッと。ね、ファールになると思って走らなかったかもしれないけども、ライト線ポトッと落ちてね、まあ、この回点入んなかったけども、あれセカンドまで楽勝に行けた中でシングルヒットっていうね、バーッと。ね。で、1回裏、これね、先ほど磯畑がね、一塁からよく走ったっていうところ言いましたけども、マルティネスのね、レフト、タイムリーツーベースっていうところで、レフト石川ね、足からスライディングね、キャッチ試みるんだけども、もうグラブに全然届いてないわけ。ボールがね、それだったらもう頭からのダイビングでしょ、どうせ飛びつくんだったらね。そういったところはちょっとこの判断どうなのかなっていうところもあるし、ね。で、2回裏、1点勝ち越した後の、磯畑のね、セーフティー、ワンアウトからね、磯畑がセーフティーバンドっていうところでサードブロストをね、見送るんだけども、見送ってもお前どんだけギリギリじゃないねんっていう。三塁ベースがもうこうね、そっちがホームだったら三塁ベースだったら、ここ通ってたからね、こうボール。それどうなんやっていうね。全然際どこだやろって、取ってランニングショーでファーストやろうっていうね。ところで、で、続いてね、加藤のワンアウト一三塁からの、センター前、タイムリーヒットになるんだけども、ここでね、荻野と藤原がお見合いして落球。もう最悪もう最後ぶつかってでも取れっていうね。ところで、なんで最後引いたんやっていうね。まあ、荻野が終わりすぎっていうところまで、最後どっちが声出したんやっていうね。多分藤原だと思うんだよね、荻野が引いたからね。声出したんだったら最後取れっていうね。で、この時にね、なぜ、一塁ランナー、上川田はね、三塁に行ってないっていう、一三塁から落としたのに、中途半端なハーフウェイ取ってたんだろうね。まあ、これもちょっとバーッと。ね。4回裏、この万波の先頭ね、ファーストへの悩んだ、山口照明入ったかもわかんないけど、ラッキューバーッと。まあ、このね、失点しなかったけどもね。で、その後ね、ツーアウト一塁から、加藤のね、センター前ヒットっていうところで、一塁ランナーのね、万波が三塁行って、ショート、センターのね、藤原が中途半端な返球をね、中継にすることによって、加藤がね、セカンドまで行くっていうね、加藤ぐっそり。もう、記録に残らないミスばっかり。日本ハムもね、2回表、ね、田村のセーフティー、清宮悪送球、ランニングスローっていうところで、これ練習不足なのか、それとも焦ったのかっていうところで、ちょっと不格好だったね、ランニングスローね。で、悪送球って言って失点もしてるし。で、日本ハム5回裏の攻撃ね、上川田のセンター前ヒットで、まあ、二塁ランナーね、ホーム、楽々、
セーフなんだよ。この2アウト満塁からね、上川畑のセンター前っていうところで2塁ランナー楽々セーフなのに、なぜか1塁ランナーの野村が3塁狙っていって、もう3塁セカンドと3塁のちょうど間ぐらいでもう楽々アウトになって挟まれてアウトだって、なんで行ったっていうね、あれホームのね犠牲になるために、ホームをセーフになるために自分がおとりになっていくんだって話はわかるけども、ホーム楽々セーフなのになぜ3塁行ってわざわざ攻撃のチャンスを潰したっていうところの走塁パーというところで、なんかいろんな大バット、いろんなバットがあったけども、記録に残るなミス含めて。でもその中で日本はね、勝ち切ったことが大きいよ。これはね、まあ、ミスあっても最後勝ったらね、そこは直していこうになるけども、ロッテはね、この負けがね、結局ね、3連敗になったかなっていうね。今までミスもなくね、前半戦、それを相手のミスをね、ついて戦ってきた中で、もう最近自分たちがミスしまくりっていうね、もうちょっと試合広く、藤原のね、セカンド中途半端にショートに返すっていうんじゃなくて、もうちょっと試合広げてね、野球やっていこうっていうね、ガツンと怒ってやらなきゃいけないんちゃうかっていうぐらい最近ひどい。で、16日の試合ね、6対0で、日本ハムっていうところで、日本ハム先発ポンセね、6回96球、8安打5三振、1球無失点とね、まあ、持ち前の打たせて取るっていうピッチングでね、非常にいいピッチング。で、ロッテ先発森ね、6回93球、10安打5三振、1球5失点っていうところで、このまあ2回の裏ね、先頭清宮フォアボール。で、万波がレフト前ヒットで、角中ファンブル。ちょっとポロッとしただけだけどね、これでもね、ファーストランナー清宮よくサードまで出した。ぐっそり。この走塁はね、良かったね。そのちょっとでも隙を見逃さないっていうところでね、若干ちょろっと弾いただけだったからね。で、その後野村アウトにするけども、ワンアウト一三塁から上川畑センター前タイムリー。で、ワンボールをね、レフトにタイムリーヒットっていうところで、今季初スタメンで外さて、ワンボール、グバッチ。ね。で、ワンアウト三塁になって、福岡がね、ライト、古川がライトにタイムリーツーベースっていうところで、この試合4打数4安打っていうね。で、一気に4点。で、4回裏に先頭上川畑ライト前ヒット。で、ワンボールを三振するけども、で、ここでね、古川の時に盗塁アウトになってランナーいなくなるんだけども、ここから古川レフト前ヒット。で、ワンアウト、ツーアウト一塁から松本のね、タイムリースリーベースで行って、この1点大きかったね。あそこまで行ったら普通0点で終わるんだけどね。で、8回の裏にも、古川がね、ノーアウト満塁から犠牲フライを打って1点取ってダメ押しで6対0っていうところで、まあ、ロッテとしてはね、この初回ね、ワンアウトから藤岡角中ポランコ連続ヒットで、ワンアウト満塁になってから中村サードゴロ、で、ブロッソをね、ライトフライで1点取れず、2回にもね、2アウトからだけども、藤原荻野が連続ヒットで、2アウト一緒に藤岡ね、1本出ず。4回にも、ブロッソのね、サードゴロ、清宮がファンブレーラー。安田がライト前ヒットで続いて佐藤が送りバントを決めてワンアウト2、3塁から藤原ファーストゴロ、荻野ショートゴロっていうところで1点取れずっていうね。で、5回にもランナー2人を出してワンアウト1塁から中村ブロッソが連続アウトで点取れずっていうね。チャンスは作ってるけども序盤1本出なかったことによってね、相手にビッグイニングをつけられて負けるっていうところではもう完敗っていうところじゃないでしょうか。で、17日ね、5対0で、日本ハムっていうところで、日本ハム先発ね、まずね、3回3分の2、65球、2安打3三振、3四球無失点と、まあ打球ね、足当たったりするアクシデントもあったけどもね、まあ自分の役割しっかり投げて、その後マーベルね、4回3分の1、59、3安打1三振、無四球無失点っていうところで、ロッテキラー的なね、感じで、エスコンでもね、風吹いてなくてもボール動かしていい形のピッチングできたなっていうね。で、ロッテ先発はね、三馬。6回107球、9安打7三振、1球5失点っていうところでね、もうこの試合も完敗です。3回にはね、ワンボールね、前日ね、初スタメンというところで、今季初ホームラン、グバッて。ね。で、この1点で終わらず、2アウト2塁からマネジメスがセンター前タイムリーヒット。で、4回にも、万波がレフトスタンドでね、インコースをシュート、くるっと回ってね、パパンって、フェースに当たって、ブルペンに入るっていうね、ナイスホームラン。で、6回にもね、2アウトから、上川でワンボールの連続ヒットで、7番の時に、三馬、冒頭の田村悪送球、バッと。でも失点です。もう最後ボロボロです。バッと。で、5対0。完膚なき3連敗。日本もグッケン。ロッテはバッとゲーンっていうところの3連勝で。続いて、西武対楽天、15日3対5で楽天、そして16日4対1で西武、そして17日、4対2で西武というところで、西武の2勝1敗で勝ち越し。楽天としては A クラス争い行かなきゃいけないところで、この負け越しは痛い。その中でね、15日、3対5で楽天というところでね、楽天この試合ね、2回の表、いい形で先制というところで、先頭伊藤がね、スリーベース。で、畳アウトになるけども、ワンアウト3塁からね、フランコが。ライトでタイムリーヒットっていうところで1点先制するんだけども、西武は2回ぐらいにね、トロサキフォアボール、そしてね、炭谷パスボール、バッと、バッテリーラール、トラクテン多すぎる、ね。で、中村アウトになるけども、ね、佐藤もアウト。で、2アウト2塁から古賀のね、タイムリーツーベース、古賀、頑張って。スローイングもね、
子がもう安定してきてる練習で、ね、いい形のね、成長してきてるんじゃないのかなっていうね、ところで今打率2割13厘ね、2割5分まではね上げていきたいなっていうね。で、その中でね、楽天は8回表にね先頭小郷がフォアボールで、浅村阿部アウトになるけども、代打鈴木大志ね、2アウト2塁からね、セカンドランナー浅村ね、セカンドゴロ1、2塁間抜けるかなっていうところで、トロ先ギリギリね止めて、でもグラブから若干弾いたんだよね。でそしたらそれがね内野安打セーフになったところを、セカンドランナー浅村がホームに、浅村グッソーリー、あの走塁は良かったね、しっかり走ってね、トロ先もあれは仕方ないね、ギリギリだったからね。そういったところでね、この虎の子の1点を取ってね、もうそのまま逃げ切るかっていうところで、8回裏ね、ピッチャー早川からね渡辺に代わって、先頭ねペイトンツーベース、牧野アウトになるけども、トロ先レフトへタイムリーツーベースからの、中村からねレフトへタイムリーツーベースっていうところで、バースデータイムリーグッバイってね、これで3対2になってね、守護神松田が出てきて、このまま終わるかなと思いきやね、ワンアウトから代打岡島ライト前ヒットで、島内アウトになるけども小深田ライト前ヒットで2アウト1、3塁、ここで小深田の盗塁、くそれしかも楽々セーフだったよ、ここがナイスボールだったけどね、松田ちょっとここは盗まれすぎで、その後ね小郷の、センターの逆転タイムリースリーベースで、浅村を内野安打でね一気3点取って5対3の大逆転勝利っていうところでね、楽天先発早川ね7回95球5安打3三振3四球1失点と、非常にね安定的にいいピッチングして、まあ勝ち星つかなかったけどもね、非常に良かったんじゃないのかなっていうね。で西武はねエンスが5回投げ切って78球7安打3三振1球1失点とね、もうちょっとエンス開幕からいい形できてたらっていうところもあるけどもね、こう勝ってるゲームをね落としたっていうところは非常に痛かったかなっていうね、ところです。で続いてね、16日、4対1で西武というところで、もうこの試合はね西武ね、先発今井9回121球6安打7三振3四球1失点とね、完投勝利、グピチもう力でねねじ伏せたっていう感じはね、まあ、唯一のピンチはねもうこのね、3回ね、先頭伊藤ライト前ヒットで辰巳フォアボール、ノーアウト1塁から太田が送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁から小深田三振で、山崎武史ね、山崎剛ね、フォアボール出すけども、ツーアウト満塁からね、小郷三振。ここ唯一ね、ピンチもここだけ。あとはもうね、スンといったね。その中でね、西武は2回裏にツーアウトからね、佐藤センター前、ここがフォアボール。で、長谷川がレフトのタイムリーヒット。で、広間がセンタータイムリーヒットで、源田がタイムリーヒットとね、3者連続タイムリーっていうところで、しっかり4点取ってね。まあ、この4点あればね、今日の今井にとってはね、もう非常に楽なペース。で7回にね、お帰りなさい島内のね、ホームラン1号出たけどもね、まあ、完封は逃したけども、今やね、素晴らしいピッチングっていうところでは非常にね、力でねじ伏せたね、まっすぐスライダーっていうところのね、力でねじ伏せたような感じの、ピッチングに見えました。続いて、11日の試合、4対2でセーブというところで、楽天先発田中マー君ね、5回3分の2、91球、7安打3三振、3四球、4失点。ね、ちょっとバッテリーエラー痛かったね。で西武先発隅田7回116球7安打7三振1四球2失点とね、非常にねストレートも走ってたし、チェンジアップの緩急っていうところもついてたしね、非常にこれで4連勝かね、自身非常にグピチね、いい形で上がってきて、今年あと3勝で10勝、ギリラインか、10勝いってほしいよね。ねえ、まあ、その中でね、楽天は初回ね、先頭小深田がセンター前、村林昇吾アウトになるけども、2アウトからね、浅村センター前、阿部フォアボール。で、2アウト満塁になって、島内がね、レフトへ先制タイムリーツーベースっていうところで、島内も上がってきてね、一気に2点先制。このままの勢いでね、1勝1敗のね、5分から2勝1敗のね、勝ち越したいっていうところでは、いい形の先制になったけども、4回の裏ね、突如、ペイトンフォアボール、中村アウトに取るけども、外崎フォアボールっていうね、このフォアボール、フォアボール痛いね、マー君ね。で、ワンアウト一塁から、牧野の時にね、悪送球、ワイルドピッチ、バーッと。ほんとバッテリーエラー多すぎ、イラクテン。で、その後、牧野がセンター犠牲フライ。で、ツーアウト二塁になってからね、復帰、ね、痛めてた故障箇所ね、戻って復帰してきた渡辺、レフトにタイムリーツーベースっていうところで、一気に同点。で、これも結局バッテリーエラーかんだからね、痛い。で5回の裏続けてね、先頭長谷川がツーベースで、入間がこうきっちりね送りバントを決めて、源田がセンターへの犠牲フライで勝ち越しで、ペイトン内野安打、ツーアウト一塁からね、中村がレフトにタイムリーツーベースっていうところで、この2点目ね非常に大きかったね。ワンアウト三塁で犠牲フライで、ツーアウトランナーなしからペイトン中村でもう1点だからね。で4対2っていうところで、まあそのままね、試合は終わったんだけども、楽天としたらね、やっぱここだね、この7回ね、先頭辰巳が2ベースで出て、でランナー3塁行ってから、ワンアウト3塁、小深田三振、そして代打伊藤幸也三振っていうところで、ここで1点でも取ってね、最終回に向けてっていうところで、で最終回はね、今日守護神ね、青山っていうところで、先頭フランコレフト前、で辰巳三振、
で、岡島フォアボール。で、ワンアウト一塁からね、小深田三振、セカンドゴロ取るけども、鈴木大地粘って粘ってね、どうやっていうところで最後ね、ストレート詰まらしてね、セカンドゴロっていうところで、あれ最後、ホーカーも目に来るのが一番怖かったね。そういったところではね、青山がセーブがついて、非常に逃げ切り勝ち。まあ、2勝1敗でセーブの勝ち越し。まあ、セーブはこっからね、上に行くためにはもう負けられないぜっていうね、楽天ももうちょっとだから3位までこの負け越したのは痛いねというところで、結果はね、西武の2勝1敗で勝ち越しでした。続いてオリックスはソフトバンク、15日、試合ね、台風の影響もあって試合中止で、16日2対3でソフトバンク、そして11日2対1でオリックス、1勝1敗の5分っていう形になりましたけども、16日ね、先発オリックス山本ね、5回110球並んで5三振3四球3失点。しかし、自責ゼロっていうね。まあ、この山本で負けたんだけども、1勝1敗の5分、オリックスとしては、まあ、御の字かなっていうね。ところで、で、ソフトバンクはね、先発有原、8回113球、8安打4三振、1デッドボール2失点っていうところで、非常にね、ツーシーム、で、縦の変化、横の変化も含めてね、コース低めにしっかり投げ切れてたなっていうところでは、丁寧なピッチングね、良かったんじゃないでしょうか。ピッチングね。その中でオリックスはね、2回の裏、紅林デッドボール、胸ライト前ヒット。で、ノーアウト1、3塁からね、若月のサードゴロ、紅林がね、3本間挟まれてアウトになるけども、その間ね、粘ってワンアウト2、3塁。で、ここでね、ギボのね、ファーストゴロ、中村晃ね、ジャンプしてからのね、着地で送球したら若干引っ掛けてね、なって。で、サードランナー、胸がね、胸のスライディングも良かったけどね。ホームに帰ってきて、中村晃のフィルダッシュをして1点、オリックス先制。しかし、ソフトバンクね、3回の表、ね、先頭三森がね、セカンドで内野安打。これはね、仕方ないね。疑問も、あれもベアハンドで行ってギーだからね。で、まあそこはもうチャレンジしてね、できなかったっていうところで、まあこれはもう練習していくしかないね。で、その後ノーアウト1塁からね、マキャラのファーストゴロ、トングーファンブル、バッと。あれ取ってベース 目の前になったから踏んでセカンド上げてたダブルプレー取れてたよ。で、その後ね、柳田、ここでバンとしに行くんだよ。しかもサインじゃないらしいね、自分から。プロスピで言うと、強振でバンとしてるみたいな感じよ。もうバンドしてバックデッド超えてたで。これはもうね、練習しましょう。もう明らかに練習してないなっていうような、もうストライクゾーン分かってないなっていうところでしたけどね。あの、最初藤本監督笑って何笑っとんねん、失敗してんのにと思ってたら、柳田が自分でやってたから笑ってたんでね。俺サイン出して笑ってんのかと思って。ここがもう柳田練習だね。で、三振。で、今度も三振するけどもね、ツーアウト一塁から中村フォアボールで、ツーアウト満塁、柳町がね、センターのタイムリーヒットを打って、こう逆転。っていうところは大きかったね。ここ0点だったらそのままいったかもわかんないね。で、4回にもね、三森がヒット。で、ツーアウト一塁からね、柳田のセンターへのツーベースの中でね、三森がね、行ったと思ったら、柳田が来ちゃうんだよね。でも三森行ってなかったんだよね。そこで柳田挟んだと思ったら、頓宮がね、追われていって、セカンドへ悪送球。バッと。で、1点返ってきて。3対1。で、8回裏にね、森のセンタータイムリーツーベースで1点、差に詰め寄るけども、ね、3対2でソフトバンクの勝ちっていうね。この頓宮のエラー、痛かったね。まあでもここまで頓宮も打ってきてるからね。仕方ないけど、このエラーは痛かったけどもね。これソフトバンクね、2連勝したら大きかったけども、そのね、17日の試合にね、先発宮城、6回97球、5安打4三振、3四球、1デッドボール、1失点とね、なんとか踏ん張りながらね、勝ち切ったっていうところは非常に大きかったし、ソフトバンク先発和田、6回78球、4安打5三振、無四球、2失点、こちらも踏ん張ったけどね、このロースコアの展開っていうところでね、ソフトバンクはね、初回、ワンアウト2塁から柳田のライトを先制タイムリーっていうところで、でこれまたね、ギータ。ファースト回ってセカンド行っちゃうんだけど、二塁ランナー今宮、楽々セーフだったわけよ。それなのに行く必要ないのに、一、二塁間挟まれてアウト、バーッと。もうちょっと考えよう。ね。でも1点先制。で、そのままね、ワンアウト一三塁。野口ね、紅林が、ヒットで出て、ノーアウト一三塁から森がね、レフトへの犠牲フライっていうところで、この1対1ね、すぐね、同点になったっていうところは大きかったし、で4回裏ね、その森がね、ライトスタンドへホームラン。まあ、これがね、決勝点になるんだけども、ソフトバンクとしては、このね、3回表、先頭回がツーベースを打って、ね、三森が進塁打。で、ここでワンナウ三塁から今宮三振、柳田セカンドゴロっていうね、こう1点取れないっていうところも見たかったし、4回表もね、近藤レフト前、デスパイのフォアボールっていうところで、ノーアウト1塁から牧原送りバント。で、ワンナウト2、3塁になって、野村三振、栗原デッドボールで甲斐三振っていうね、ここでもね、1点取れた。ね。で、7回にはね、栗原先頭出るけども、甲斐がね、送りバント失敗、ファールフライっていう、バーッとっていうね、ちょっと慌てたかなっていうね。ところもあるけども、ね、
チャンスはあっただけにね、でもまあ宮城と和田の投げ合いでね、まあ、この1勝1敗の五分っていうところはオリックスとしては同じだし、ソフトバンクとしてはこれ2連勝いくためにね、あそこでポンポンとね1点取れてればっていうところはあるけども、まあね、惜敗っていうところでしたね。結果は1勝1敗の五分でした。続いてセリーグ、ヤクルト対 DeNA、 15日3対9で DeNA、 そして16日8対6でヤクルト、そして17日3対5で DeNA というところで DeNA の2勝1敗で勝ち越しという、ね、ところになりましたけども、 DeNA も、ね、A クラス死守するためにはこの、ね、最低限、ね、勝ち越しというところは非常に、ね、大きかったんじゃないでしょうか、ね、で15日の試合、ね、3対9で DeNA というところで、もう、ね、前半で決まったね、 DeNA で、まあ、DeNA 先発バウアーは、ね、7回109球 8安打、5三振1四球3失点と、中5日で、ね、ここまでのピッチングは非常に、ね、グッピッチ、中3日でもいけるぜって言ってたけどね、まあ、次は、ね、中4日の、登板になるけども、 DeNA としてはやっぱこのバウアーの存在は、ね、非常に大きいなっていうところでは良、ね、かったかなと。で、でヤクルト先発小澤は、ね、5回121球11安打6三振無四球8失点と、変える時いっぱいあったと思ったけど、もうこの試合は捨てたんだなって正直思った。もしくは経験のために、もう A クラスももうなかなか厳しいと、だから経験のために投げさせたのかっていうところのね判断で、この試合を勝ちに行くことだけ考えたら、この継投っていうのはんっていうところはね結構あったね。まあ、その中でね、 DeNA はもう猛攻がね初回から続いていくっていうところで、初回ね宮崎のホームランで、2回にはね伊藤光がレフトへホームランで、3回にはね、佐野がホームランというところで、3連発、3イニング連発、3連発で3点取って、でその後宮崎のタイムリーヒット。で4回にはね、伊藤がライトにタイムリーツーベース、そして、佐野がね、タイムリーヒット。で5回には、外のね、レフトへのツーランホームランというところで、一気に8点です。それはもう無理よ。ね。でヤクルトもね、6回の裏に、浜田がライトにタイムリーツーベース、サンダーが、ね、タイムリーツーベース、で7回に竹岡がね、バックスクリーンのホームラン1号、竹岡か、しかもバウアー、初ホームラン、バウアー、これ一生残るからね、初ホームラン、バウアーっていうね、これ価値あるね、初ホームラン誰から打ったの、バウアーす、サンダー初ホームラン、山田です、立命館から入った山田です、初ホームラン、初ヒット、石井隆さんです。初ホームランバウアーいいね、竹岡君、徳島県出身だから頑張れ、ね、で9回の表にね、牧が、バックスクリーンにホームランを打ってね、9対3というところで、まあ、これはもう序盤でね試合が圧倒的にね、決まってしまったからっていうね、ところはあります。続いて16日ね、8対6でヤクルトっていうところで、ヤクルト先発小川ね、7回114球7安打2三振1失点とね、非常に緩急もついてて、コース低めコントロール非常に素晴らしかったかなっていうところではグッピッチね。DeNA 先発今永、5回86球9安打8三振3四球6失点。こんなことが起きるんだなっていうぐらいのね試合展開っていうね、ところになりましたけども、まあね、前回もねドラゴンズ戦4失点してるっていうところでね、ちょっとこの2試合ねあんまりうまくいってないっていうところでは、まあ、夏場に入ってどうなのかなっていうねところはあるけどもね、まあ、ヤクルトはね、2回の裏に村上がホームラン、そして中村のセンタータイムリーツーベースっていうね、まあ、村上もねインタビューで答えてたけども、 WBC ってね、大谷とかそして吉田とかね、いろんな選手のトレーニングの仕方とやり方を教えてもらったり学んだりして、でそれをやってたけど全く自分のに合わなくて、それを全部やめて自分のやり方に戻したら上がってきたっていうね、ところもあるんでね、人にはそれぞれやり方があるからね、大谷がやってるからそれが全員万人通るわけでもないし、吉田がやってるからそれが万人通るわけでもない、村上がやってるからってそれが万人通るわけじゃないから、いろんな人のことをやりながら自分に合うものを探していくことが大事だから、まあ、この村上もね、そのやったっていうことは俺は間違いじゃなかったと思うんだよね。やらないといいか悪いかも分かんないからね、そういったところでは、そう大谷のやり方だったり吉田のやり方だったり真似してやったことによって、自分のやり方の方がやっぱり正しいんだなっていうことを理解できたっていうところでは、やったことは正解だったと思うんだよね。だからもう最近えげつないもんね、この村上のねバッティングっていうところでは、まあ、今日もね打ってたけどね、この月別で言えばもう8月、7月3割1分2厘、8月3割4分6厘っていうところで、7月ホームラン7本、8月今ホームラン5本っていうね、もう一気に上がってきてるからね、それ前のねこのやめたことによってね、自分のやり方に戻したことによってっていうところでは非常にね素晴らしい活躍で、3回の裏にもねまた村上がタイムリーツーベースを打って、で5回の裏にはね、2アウト満塁からオスナ、中村が連続タイムリーっていうところで3点ね、これでも6対0ね。で6回の表にね、DeNA は外のタイムリーで点取るけども、6回の裏に浜田のバックスクリーンのホームラン、浜田グッパッティ、この1点ね何気に大きかった。
大差の中だけどもね、取られてもすぐ取ることによって相手の目を摘んでいくっていうところでは、この浜田のホームランはね非常に大きかったかなと。で、7回裏にもオスナがねホームランを打って8対1、まあこれも圧倒かなと思ったら、まさかのね9回に怒涛の DeNA の攻撃でね、先頭ソトツーベースで、ダイデヤマトがねセンター前タイムリーヒット、関根がアウトになるけども強打がライトにタイムリーヒット、で山本もポテンヒットでつないで、でワンアウト満塁からねピッチャー山本に変わるけども佐野がタイムリーで、桑原犠牲フライで、宮崎の時にね田口が出てきて悪送球になるけども、まあね8対6でヤクルトの逃げ切りっていうところになるけども、さすがに7点差はきついよ1イニングで、ね、でも最後めっちゃね追い上げたなっていうところでね、やっぱりそういうのがね次の試合にねつながるっていうところはねあると思うんだよね。で17日ね、5対3で DeNA っていうところで、DeNA 先発浜口ね6回89球5安打4三振1四球2失点とね、非常にね89球の球数も少ない、フォアボールも1個っていうね、でまっすぐとチェンジアップの緩急もめちゃくちゃついてたし、で右バッターにために投げるインコースも効いてたっていうところでは非常にねグッピッチね、ストライク先行で勝負できることによってこの球数の少なさもあって、でその後ね山崎そしてウェンデル家森原とね、非常にリリーフも頑張って5対3と逃げ切り勝利。でヤクルト先発ロドリゲスね6回94球6安打4三振1四球1デッドボール3失点、まあ3失点したけどね、ロドリゲスいいね、なんかそんなね自分から崩れていきそうな感じしないね、制球困って制球めちゃくちゃ安定してるから、あのやり方によっては非常にねあのコンスタンスにいい投球できるんちゃうかと思って、ロドリゲス、まあ今シーズンはねもうあと40試合ぐらいで終わっちゃうけども、来シーズンに向けてもねこのロドリゲスね何気にいいような気がする、ちゃんと頑張ってくれれば気合い入れてね。まあ、その中で DeNA はね、3回の表先制というところでワンアウトから関根がねセンター前ヒット、楠本の時にロドリゲス悪送球、悪送球だけどあれ中村軽いよ、ちゃんとやんなきゃあれはね。で、2塁に行ってでファーストゴロね 3-1 のプレー、ロドリゲスが捕球ミスバッとで1点先制で、牧がねセンターへのツーランホームランというところで一気に3点っていうね、だからこれミスが絡んでるだけにもったいなかったよねロドリゲスはね。でも4回裏ねヤクルトはねすぐ村上のツーランホームランで1点差に追い上げるんだけども、7回表にね、佐野が、ピッチャーね山本行け昨日のリベンジやって言ってところでね太田デッドボール、このデッドボール痛かったよ、スライダー曲がりすぎてね。で佐野が肩口から入ってくるね、ここもね2ストライクからだからね、もうちょっとコースにとか低くにとかちょっと考えて投げないとっていうところはねあるけども、ここでツーランホームラン、この佐野のホームランかなり大きかったね。で9回裏ねサンタナがホームランを打つけども、まあ、5対3の勝利っていうところでは、まあ、ヤクルトとしてはね、まあ、浜口の緩急にやられたかなっていうね。で7回裏にね浜口からね山崎康明に代わってオスナ内野安打、中村三振、竹岡センター前ヒットでワンアウト一塁から代打の神様川端、ここでポンポンと打っていこうぜっていうところで4-6-3ダブルプレーっていうところで、まあ、ここが最後のチャンスだったかなっていうね。ところでは、まあ、DeNA がね2勝1敗の勝ち越しっていうところではもう A クラスね、争いにとってはこれ非常に大きい勝ち越しになったと思います。続いて中日対巨人、15日は台風の影響で試合が中止っていうところで、16日2対1で中日、そして17日、0対2で巨人っていうところで、まあ、1勝1敗の、ね、五分っていう形になりましたけども、まあ、16日で2対1で、ね、中日サヨナラ勝ちっていうところで、中日はね2回の裏に先制っていうね、ワンアウトからね大島レフト前で、木下がねライト前ヒットっていうところで、まあ、木下もね復帰試合になって2対1で勝ってね、しかもあの自分もヒット打ったし、試合もねロースコアでいったっていうからね非常に安心感あっただろうね。宇佐美がねいい感じでできてるから、宇佐美ファーストを守ってたからね今日ね、まあ、そういったところでは中日もねいろんなバリエーションをつけてね試合選手を使えるっていうところでは、この木下の復帰はね大きいんじゃないでしょうか。でワンアウト3塁になってからね3球目リュークセーフティースクイズ成功、ね、まああのグリフィンの対応もねこうやってグラブトスだったけど、まあ本当はね左手で行って投げた方が確実だけど、ピッチャーだからね、それはまあ無理か、野手じゃないからねっていうところはあるけども、まあ、ここでねドラゴンズが先制ね。で7回にはねジャイアンツ秋広がライト前ヒットで、ここでダイソーね門脇を使って、で中田がセンターへの、ね、タイムリーツーベース、宇宙間ね抜けていって、それをね一塁から門脇がねしっかりホームに帰ってきて、同点で、ここからねノーアウト二塁から、ブリンソン大城そして代打丸っていうところでね1点取れなかったのが痛かったね。ここでもう一気に勝ち越したかったよね。で、ドラゴンズはね、9回の裏に、ピッチャーね、船迫巨人ね、細川センター前大島センター前ヒットで、ノーアウト一塁から木下がねしっかり送りバントを決めて、このバントうまかったね。でこの前にねダイソーセカンドランナー加藤翔平で、ワンアウト二三塁からリュークね、ここで敬遠、これどうなんやっていう人いるけど、ここはねセーフティースクイズが怖かったと思うんだよね。
サードランナー加藤だからね。だからもう満塁取ってホームね、フォースアウトでアウトになるようにっていうところでね、ワンアウト満塁にしたけども、でここで船場様からねピッチャー今村に変えて、インコースめちゃくちゃいいところ投げたけどね、あのインコースめちゃくちゃいいところをねパーンとね腰の回転でね肘畳んで、ライトにタイムリーヒットを収め、クッパッ2日連続サヨナラホームランからの サヨナラタイムリーね、非常に大きかったね。で巨人はねこのね4回まあ3回もそうなんだけど、3回もね、2アウトに進塁のチャンスで坂本がサードゴロ。4回から4、5、6と、4回、中田6、4、3ダブルプレー。で、5回、大城3、6、3ダブルプレー。先頭ブリンソン出たのに。で、6回、先頭長のフォアボール出ながら、吉川もダブルプレーっていうところで、3回チャンスで1本取れず、4、5、6と、ダブルプレー3連発。これはなかなか厳しいね。巨人先発グリフィンね、6回78球、4安打5三振、無四球、失点、非常に頑張ったけどね、ピッチ。ね、で中日先発小笠原ね、7回106球、6安打6三振、3四球、1って、こちらも非常に頑張ったけど、まあ、勝ちつかずっていうところでは、両先発頑張ったけどね、まあ、最後はね、宇佐美のクッパッチでした。続いて17日ね、2対0で巨人の勝利っていうところで、巨人先発菅野ね、6回3分の1、92球、6安打2三振、1四球、1デッドボール、無失点と、この日はね、ストレート153キロだったから、マックスね、まっすぐ結構走ってたっていうところでは、非常に良かったんでしょうか。なんかよくいい時と悪い時のね、この差が激しいっていうところで、ここはね、ちょっと波を抑えていきたいなっていうところはあるけどもね。で、その後ね、高梨、鈴木、バルドナード、中川とね、リリーフが踏ん張って、まあ、2対0逃げ切り勝ち。中日もね、先発松葉、5回77球、4安打2三振、3四球、2失点と、まあ、これはもうちょっとね、攻められないかなっていうね、試合は作ったっていうところはありますね。まあ、巨人はね、4回表にワンアウトからね、坂本ツーベース、岡本がね、ライト前ヒット。で、ワンアウト1、3塁からね、秋広がライトへ先制タイムリーヒットからの中田もセンタータイムリーというね、この2点。まあ、この2点だけでね、逃げ切り勝ちっていうところはあるけども、まあ、ドラゴンズからするとね、まあ、この3回裏だね、3回裏、先頭村松がね、センターへのスリーベース。で、松葉がね、ピッチャーライナーでアウトになって、ワンアウト3塁から岡林のね、ファーストゴロ、三塁ランナー村松突っ込んでくるんだけども、ファーストの中でね、ナイス勝利でホームタッチアウト、グップレー。ね。ここで1点取りたかったなっていう。でもその後ね、リュークレフト前、宇佐美フォアボールで2アウト満塁くるんだけども、石川で1本出ずっていうね。この3回裏にね、1点でも取っとけばね、ちょっと話は違ったかなっていうね。で、7回裏にもワンアウトからね、村松レフト前、で、代打、三好がフォアボール。で、岡林がね、ワンアウト 1、2塁から、ピッチャー高梨に代わって、キャッチャーファールフライ。ビシエドフォアボールなんだけども、ツーアウト満塁で、ここで宇佐美行けっていうところで、宇佐美がね、ライトフライっていうところで、まあ、チャンスはね、少なかったけど、ないこともなかった。8回裏もね、ツーアウトからだけども、大島、木下が連続ヒット。で、ツーアウト1塁から村松がね、ピッチャー、バルドナードに代わって、空振り三振っていうね、ところで、今日はドラゴンズがね、いいところで1本出なかったなっていうところはあるけども、まあ、ジャイアンツがね、リリーフ陣含めて、非常に踏ん張ったね、いい形の勝利だったんじゃないでしょうか。結果で、ね、1勝1敗の五分でした。続いて広島対阪神首位攻防戦。15日7対6で広島、そして16日3対5で阪神、そして17日6対0で広島、広島の2勝1敗の勝ち越しってなりましたけども、まあ、マジック29点と阪神は3連敗しなきゃいいっていうねところだったんで、1勝しただけでね、まあ、これはもう全然いい形のね、カードになったかなっていうね。まあ、カープはね、まあ、3連勝したかったけども、2勝1敗はまあ最低限っていうね、ところかなっていうね、試合展開ではあります。15日ね、7対6で広島っていうところで、広島はね、もう何回も勝ったと思ったけどね、この初回もね、先頭近本がセンター前ヒット。で、中野の特に近本盗塁。で、中野がね、セカンドゴロ進塁打。で、ここでね、まあ、犠牲フライ1本でっていうね、先制していこうっていうと思ったけども、森下がね、勝ち上げて、レフトスタンドでツーランホームラン。いや、これでもう阪神勝ったんちゃうか、この勢いと、今連勝中っていうところで考えればっていう中でね、広島は1回裏、ワンアウトからノマフォアボールで、小園がライトスタンドでツーランホームラン。これ大きかったね、非常にね。で、中日戦、広島先発はね、大瀬良、4回76球、6安打3三振、5失点。大瀬良、ピリッとしないと、逆転優勝無理だよ。ね、で阪神先発西純也、5回108球、6安打5三振、2四球、1デッドボール、4失点っていうね、ところで、阪神は2対2の同点からね、3回表、ワンアウトから近本ライト前、中野レフトへツーベース、でワンアウトに3塁から森下がね、またレフトへタイムリーツーベース、でその後ね、ツーアウト2塁になって、サウステルがライトへタイムリーヒットっていうところで、一気に3点、5対2、これでもう阪神勝ったな。
正直思ったけどもね、5回の裏ね、先頭菊池レフト前ヒットで野間がセンター前ヒットで続いてノーアウト1、2塁から小園がね4-6-3ダブルプレーでいや終わったと思ったら2アウト3塁から西川がねレフトにタイムリーツーベースを打って5-4で、ここでねピッチャー大瀬良をねもう4回でねもう諦めるんだよね。まあチャンスが来たっていうのもあるけどもね、大丈夫なコースで4回ね2アウト1、3塁が、まあ、田中三振するんだけども、もう早々に諦めて、で打順を入れ替えたことによってこれビッグチャンスで5番にね大道を入れてたわけで、ここでね代打相澤を使えて、相澤がセンターへ同点タイムリーヒットクッパ、このね早めのね交代っていうか、早めのもうね打順組み替えっていうところでね、非常にタイミングもよく同点追いつけたっていうのは良かったね。で、6回裏ね、ピッチャー馬場に代わってデビッドソンがねホームランで、ワンアウトからね田中菊池連続フォアボールっていうところでね、でワンアウト一塁になって、まあここでねちょっと雨天中断するんだけどもね、佐々木何回も言ってます、雨が降ると恋が踊るっていうね、ところで2アウト一塁になってから小園がねタイムリーヒットで、西川もレフトでタイムリーヒットっていうところで一気に3点ね、7-5と一気に逆転ね。ちょっと雨がねカープに味方したからっていうね。で9回の表ね、最後矢崎が出ていくんだけども、木浪レフト前で、小野寺ライト前ヒットで、ノーアウト一塁から近本がね4-6-3ダブルプレーになるんだけども、このね菊池屋の4-6-3ダブルプレーめっちゃ早かった。やっぱ近本っていうところもあるしね、このねダブルプレーいくってめっちゃ早かった。でもこれで終わったかなと思ったら2アウト3塁から長野がレフト前タイムリーヒットで、最後ね森下が三振して、まあ、7-61点差だけども、なんか阪神の強さがあるよね、負けても強いっていうねところでは非常にねあれだったかなっていうね。でもこの試合のねやっぱ一番のキーポイントはね8回の表よ、阪神はね、島内がマウンドに上がるんだけども、広島はね、森下ライト前ヒットで、大山がフェンス直撃のツーベースでノーアウト2、3塁でここ佐藤輝ね、これ3球三振するんだけどもね、もう広島内野陣下がってるんだよ。でセカンドの菊池はもうめっちゃ後ろ守ってるんだよ。っていうことは一番これ最高なのは、まあもちろんヒットとかホームランが一番最高だよ。でもここで一番最高なのはセカンドゴロなんだよ。セカンドゴロ打って1点差にして、なおもワンアウト三塁で同点に追いつこうっていうところで、ここの三振バッと、それは次の日からサード小野寺に変えられるぜっていうね、もうちょっと頭使っていこう、打つだけが全てじゃないからね。でその後ワンアウトにしたから糸原も三振、まあ、ここも最悪セカンドゴロとかでもよかったんちゃうかっていうね。で最後代打ね原口がショートゴロっていうところでね無得点、ここ勝つチャンスあったよって、もうちょっと考えていこうっていうところでね、まあ、攻撃だったけども、まあ、6回裏ね島内からね小園西川がねこのもう左バッピッチャーをね打つお手本のようなねレフトっていうね、このバッティング非常に素晴らしかったと思います、まあ、4-6-3ね菊池屋のダブルプレーも素晴らしかったし、ね7-6広島の勝利です。続いて16日ね、5-3で阪神の勝利っていうところで、大竹選手久しぶりですっていうね、7月26日以来のね、先発っていうところになりましたけども、5回3分の2、102球、7安打1三振、1四球1デッドボール3失点と、まあ、5回ね、3失点、まあ、最低限のね、まあ、ピッチングはできたかなっていうね、ところで、その後ね、桐敷、岩佐田、岩崎とね、完璧なリリーフで逃げ切りっていうところで、非常にグッピッチ。ね、広島先発、九里ね、5回115球、8安打5三振、3四球4失点、この2回の4失点だけだけど痛かったね。まあ、広島はね、初回、2アウト2塁から西川がね、ライトにタイムリーヒットで先制、昨日の流れを持っていい形で先制したけども、ね、2回の表、5番森下がライト前、ミゼス内安打、で坂本送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁からね、木浪がレフトへ同点タイムリーヒット。ね、でこの後、ワンアウト1、3塁から大谷がね、3バント失敗でアウトになるけども、近本ライト前ヒット。ね、ここで野間がこいつバッとで中野タイムリーヒットで一気に読んでミスもかさんで痛い。でもその後よ、2回の裏にしっかりね上本が、木浪のファンブレーラーに出たところをねノーアウト一塁から坂倉のねレフトにタイムリーツーベース、あれもうちょっとでホームランだったけどね、これで同点追いついてデビッドソンデッドボールで、ノーアウト一三塁から相澤6-4-3ダブルプレー、これも思い切ってバントでさ、クリーにもうセーフティースクイーズぐらいやらしてもよかったんちゃうかと思うけど、まあそれはもう結果論だ ね。でもこれ1点取れたのはね非常に大きくてね。で6回裏にもね、2アウト2塁から上本がセンターでタイムリーヒットを打って1点差になるけどもね、で9回にもね
広島はもうね、何としても逆転するんやっていうところで、負けてる状況でもね、栗林、島内、矢崎をね、出していくんだけども、9回ね、その矢崎から2アウト3塁から代打、花口がね、タイムリーヒットを打って5点目。これは痛かったね。でもこのね、新井監督含めカープのね、この3連戦の大事さっていうのが分かってるからね、負けててもやっぱ使い切るっていうところだね。まあ非常にね、負けたけども采配っていうところは良かったしね、阪神としてもね、大竹がここに来てね、非常にいいピッチングで試合を作ってね、リリーフも踏ん張って勝ち切れたっていうのは、まあ、後半戦含めてね、非常に良かったんじゃないでしょうかっていうところではね、結果ね、5対3の阪神っていうところで、まあ初戦に引き続きね、阪神の強さだけがね、際立つような試合展開だったなって、広島はなんとかね、使ってでも勝ちたいっていうね、意識は見せたけどもね、でもそういう采配非常に良かったと思います。11日6対0で広島っていうところで、広島先発床田、9回122球5安打に三振3四球無失点完封勝利、グッドからのスパイラル流星なんやから、このカンプで見せます。この完封は素晴らしいよ。だって前日にもね、ベンチからすると負けてる状況でもね、いや3連勝しなきゃいけない、最少失点でなんとか最終回でも逆転するんやっていうところでね、島内ね、栗林、そして矢崎使ってる、初戦も使ったっていうところでね、この完封でリリーフ使わせなかったこのね、床田の完封はもうエースって言ってもいいぐらい素晴らしいね。大瀬良、栗、床田で3連勝ね、行きたかったところがね、まあ2勝1敗になっちゃったけども、この床田の完封はね、もう説明うんぬんいらない、素晴らしい、本当にね、素晴らしい、もうエースって言ってもいいぐらいのね、この投球、このしかもそのね、事情を踏まえてのね、ところのこの完封っていうのはね、非常に素晴らしかったね。で、阪神先発ビーズリーね、3回3分の1、60球、6安打に三振、1四球、5失点っていうところで、まあ、序盤にちょっと捕まっちゃったかなっていうところで、広島はね、3回裏、8番の菊池がね、レフト前ヒット、で、床田送りバントを決めて、ワンアウト2塁からね、上本がセンターへのね、タイムリーヒット、ね、で、野間も続いて、ワンアウト1、3塁、矢野のところでね、まあ、小園がね、足に当たって、ふくらはぎちょっと長引くから、小園いなくなるの痛いよ、ね、でもこのが、ね、ところが矢野がきちん犠牲フライ打ってね、2点目っていうね。あと上本もね、ハム、まあ軽傷やからバンテージ巻いていきますって言ってるけどね、まあ勝負だからね、まあハムはね、軽傷だったらね、バンテージ巻いていけばね、無理してもできるんだよ。ふくらはやばいからね、無理したら肉離れするからね、ちょっと小園の方が心配だね。4回の裏にもね、5番坂倉センター前ヒット、堂林フォアボール、でデビッドソンアウトになるけども、菊池のねサードゴロ、小野寺こいつ今チャンスよ、小野寺、佐藤輝がなってるからチャンスなのにね。で、ワンアウト一塁から床田がね、あ、狙ってました、バリの引っ張り込んでね、カットボールでタイムリーツーベースで、1番大森がね、レフトにタイムリーヒットっていうところで一気にね、3点、5対0で、6回にもね、2アウト満塁からね、坂本パスボール、バッボロボロや、まあまあもう負けは負けだからね、あれだけどしっかり締めていこうね。この梅ちゃんがね、骨折しただけにね、坂本ここはしっかりやっていかなきゃいけない中で、ね、パスボールはあかんで、そこちゃんとしていかないとっていうね、ところで、まあ結果ね、6対0完封勝利っていう中でね、まあこれはもう阪神としてはもう打つ手なしっていうところだね。まあ結果ね、2勝1敗の広島の勝ち越しっていうところになりましたけども、床田は素晴らしいっていうね、ところと、まあ阪神はね、最低限1勝できたっていうところは非常に大きかった。マジック29もね、ついたままだしね、っていう意味ではね、まあどちらも最低限のね、結果になったかなっていうようなね、試合展開でしたね。さあ、続いて金曜日ね、今日からっていうところになりますけども、セリーグはヤクルト、中日、DeNA、阪神、広島、巨人っていうようなね、ところの戦い方になりますけども、セリーグはね、阪神、広島、DeNA、巨人、ヤクルト、中日の順番で、今ね、阪神はマジック29、広島は首位まで7ゲーム差で、 DeNA は広島まで3ゲーム差で、巨人は1位あの3位 DeNA まで 1.5 ゲーム差で、ヤクルトは 9.5 ゲーム差、もうヤクルト以下はちょっともう正直きついかなっていうね、もう消化ゲームかなっていうね、ところはありますけども、っていうところではね、この広島、巨人ね、これもう大問題シリーズだね。もうカープはもう最低でも2勝1敗。これ最低ね。巨人はもう3連勝ぐらいするつもりでいけば、A クラス一気に縮まるからね。非常に大きいなっていう。その中でね、戸郷森どうなるかだね。で、DeNA、阪神。ここ DeNA もう3連勝必須よ。ね、阪神はもうまあ1回勝てれば上等かなっていうね。もう勝ち越したらもう最高っていう中で、東村上の投げ合い。これは好カードだね。明日ね、どうなるのかっていうね、
で、ヤクルト中日ピーターズな勝ちっていうねところですね。これはもう負けた方が落ちます。はい、でパリーグね、パリーグは、オリックスロッテソフトバンク楽天西武日本ハムというところで、首位オリックスに、ロッテ7ゲーム差で、ソフトバンクはロッテに 2.5 ゲーム差で、楽天が3位まで 3.5 ゲーム差で、西武が3位まで 5.5 ゲーム差で、日本ハムが3位まで8ゲーム差。いやきついな、8ゲーム、2チーム間入ってるからねっていうところでは、今日からね、パリーグは、A クラス B クラス対決だからね、楽天ロッテオリックス日本ハムソフトバンク西武だから、もう大げさに言うとね、これ楽天日本ハム西武が3連勝したら面白いよ。その中で、まあ、オリックスはね、山下小笠っていうところで、まあ戦ね、しっかり初戦取ってね、ここしっかり勝っていければっていうところで、まあ、オリックスはもう勝ち越していければね、もう、まあ、5分でいければいいからね。で岸、種市、ロッテがこっち落ちてきているから、楽天ここロッテね、思い切って3連勝で食い潰していったらね、一気に A クラスもあって、ロッテ B クラスあるよ。よっぽどのことがない限り B クラスないって言ってたけど、今よっぽどのことは起きてるね。でソフトバンク西武ね、ここも西武も3連勝ぐらいしたら一気に上と縮まるからね、これはね、A クラス、B クラス対決ね、非常に面白い対決ですね。まあ、ということで、金曜日、佐々木の総チェック、これでおしまいです。